皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。新しい彗星というかちょっと注目の彗星が来てるので皆さんにお届けしたいと思います。その名も ZTF 彗星。どんな彗星なのかご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。この情報ね、私のサブチャンネルでは先にお出ししてるんですよ。サブチャンネルの中でね、この ZTF 彗星どんな彗星かなって調べてみたら、思いのほかあれちょっといいんじゃねえのこれっていう風に思ったので、こちらのメインチャンネルでもご紹介しようと思います。この流星流れ星っていうのは地球の周りを漂っているなんか氷とか、まあそういうものが地球の重力に引っ張られてピュッて落ちてきて一瞬キラッて光るのが流れ星ですね。で、彗星は流星流れ星とは違って、同じくその氷とかなんか塵の塊っていうのかな、なんかそういうものでできているらしいんですけども、それが、どん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 、まあ、太陽に近づいていくわけですね。で、その太陽に近づいていって、太陽に近づくと太陽ってこう熱いですから、彗星がどん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 なんか溶けるというか燃えるというか、でそうするとその彗星が彗星に含まれているいろいろな成分がこう蒸発したり燃えたりして、それが地球から見ると綺麗な色にがついて見えたりとか、そのおっていうね、彗星の核から、おのような光が出ているというような感じの、現象で見えるというのが彗星なんですね。で、過去にはですね、割と2年前でしたっけ、にネオワイズ彗星っていうのが来ましたね。あれは久しぶりにこう肉眼彗星と呼ばれるぐらい、目で見てもしっかり彗星の形が見えるというふうに話題になった彗星だったんですが、私もね、ネオワイズ彗星は、まあ、話題になった割と初めの頃にですね、もう耐えきれなくなって秋田まで撮影に行ったんですよね。その時のことをこう Vlog にしてますんで、よろしければこれ見てみてください。こういったですね、彗星というのが、今近づいてきています。それが ZTF 彗星と呼ばれるものですね。で、この ZTF 彗星ですね、1月12日だったかな、1月12日に太陽に一番近づくんですって。で、その太陽に一番近づいて、その後、地球に一番近づくのが2月1日っていう風に言われています。予想としてはね、5等級ぐらい、っていう風に言われてます。5等級って言って、まあそんなに明るくはないですね。彗星で5等っていうとパッと見た目は7等とか8等とかそのぐらいになると思うんですけども、まあ実際今はそういう予測なんですけど、その核がね、核の大きさとか彗星にどんな成分が含まれているのかっていうことにもよるので、一概にその暗いからダメっていう風には判断はできないものなんですよ。で、何よりですね、結構地球に近づくっていうことがポイントかなと思ってまして、過去の彗星でも太陽にはそんなに近づかなかったけど地球に結構近づいたから明るく見えたっていう彗星はあったんですね。その手の類の彗星である可能性もあるので、とりあえず今は期待してどんな風になるのかなっていう、ワクワクしていいのかなとは思っています。で、この彗星ですね、 ZTF 彗星、自分がですね結構おこれは熱いぞって思うのが周極星っていう風に言われるんですけど、北極星の近くを回るみたいなんですよ。その1月2月ぐらいになると、つまり北極星の近くっていうのは沈まない彗星になるわけですね。北極星の近く、地球の自転をこうぐるぐる回っている星という意味で周極星っていうんですが、今回の ZTF 彗星はその北極星の近くに行くので、周極彗星になるわけですよね。だから条件よく観測できるわけですよ。今回の ZTF 彗星は一番地球に近づくその2月1日の時には、北の空に北極星の近くにいるっていうことなので、結構長い時間見れますから、みんなが楽しめる、明るくなればね、明るい星になれば、明るい彗星になれば、みんなが楽しめる天文ショーになるのかなというふうには思います。北極星の近くを回るってことは、私まだ撮影ちゃんと成功してないんですけど、比較明合成とかさ、あとはバルブ撮影って言って星を線に描くっていう方法があるわけじゃないですか。
あれをやるとその水星の尾が長く明るくなったら、その時計の針のようにこうね、緑色の尾がこうなんていうの、こう描くっていうか、そういう写真が撮れたりするので、いやこれはちょっと楽しみかなと思ってですね、皆さんにご紹介しようと思います。じゃあ実際ここからは、その GTF 彗星がどの位置にいるのかっていうのを、天文シミュレーションソフトを使ってお話ししようと思います。はい、それではここからはですね、こちらのパソコンに入っている星空ナビゲーションソフトステラリウムを使って GTF 彗星がどんな彗星なのかっていうのを調べていきたいと思います。で、今ねこのステラリウムっていう、フリーソフト、私いつも解説で使ってるソフトですけど、このステラリウムの画面をお見せしてます。で、左上に GTF って書いてますが、もうですねこの GTF 彗星の起動要素っていうのをインストールしている状態ですね。で、例えば来年のね2月1日、まあ、9時ぐらいにしときます、はい、の状態の空を、見ているところです。で、この GTF 彗星はどこにあるんだろう。はい、あ、こんなに高い位置にいるんだ。すごいね。こんな高い位置にいるんですね、GTF 彗星。いや、これ高いですよ。これ高いっていうのは、観測しやすい、撮影しやすいってことになりますから、50度ぐらい、まあ、ほぼ真上ですよね。いやー、こんな感じなんですね。すごいな。で、わかりやすく星座線を出しましょうか。はい。で、ここが北極星なんですよ。ここが北極星で、時間を進めてみます。はい。地球はですね、地球じゃない、星空はこう北極星を中心に反時計回りに回ってますね。この GTF 彗星もこういう感じでね回っていくんですよ。いやー素晴らしいですね。沈まないんですね。ずっとこの北の空に居続けてくれます。これちなみにちょっともうちょっと時間を早めてみましょうか。早めてみましょうかというか、その1月の GTF 彗星、どうだろう。1月の GTF 彗星、今これ朝方だな。これ1月10日でシミュレーションしてますけど、1月10日の段階では夜半過ぎですね。深夜の1時、2時ぐらいになってからこの GTF 彗星は登ってくるみたい。で、だんだんこう、早い時間に見れるようになってくるんだ。1月の後半になると、もう10時過ぎたら見える感じですね。あとはね、月齢との兼ね合いもあるので、まあ、こういうね、こういう感じの彗星で映るといいねって、これイメージ画像なんですけど、あとは、月齢との兼ね合いですね。月が、もちろん細い時、新月の時とかに撮影すれば、いいと思うんですけども、この2月1日の時は、どのぐらいの、まだ月が太いですけど、まあ GTF 彗星自体は条件はいいんですが、まあこの2月1日から2日にかけての時間帯だと朝方に月が沈むみたいですね。だから沈まないで終局星ではあるんですが、月が沈んでからが本格的な撮影になるっていう感じなので、一番地球に近づく近地点の2月1日の時は撮影のチャンスは朝方なんだね。やっぱり寝不足しなきゃいけないっていう感じの状態だようです。はい、それいかがでしたでしょうか。またまたちょっと話題の新彗星ですね。ネオワイズ彗星みたいなね、明るい彗星が来ないなっていつも思ってますけども、まあ今回のGTF 彗星はそこまでの彗星にはならないかもしれないですが、そこそこ見ても楽しい、撮影しても楽しい彗星になることを祈っております。そういう風になるといいですね。彗星の撮影をするときは、まあ、赤道儀とかあったらいいので、今まだ3ヶ月ぐらいありますから、今からですね赤道儀を使う練習をしてですね、この彗星の撮影に、備えていただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。